はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。1時半になろうとしていますね。今日の5番どうでしょうか。5番マイナス 97.02 になりましたね。今、109.053 ということでね、109を切るんちゃうかという感じですけど、でも動きは鈍いんですね。はい、行きましょう。プレジデントオンラインでございまして、長らく縁がないんでもう2年ぐらい原稿がいないんでちゃうかなと思いますけど、プレジデントオンラインの8月8日10時に出た記事でして、過激な反日発言で大人気、ポストムンジェインの大本命に上がる韓国のトランプの正体、当選なら日韓関係はさらに悪化かという、赤石慎一郎さんというジャーナリストがお書きになった記事です。リードはこんな感じですね。韓国のムン・ジェイン大統領の任期が1年を切った。政権発足後、日韓関係は戦後最悪と評されるまでに悪化した。次の大統領はこの状況を改善できるのだろうか。日韓関係を長年取材してきたジャーナリストの赤石慎一郎さんは、3人の有力候補のうち日本が一番警戒すべきは韓国のトランプだという。出だし、ちょっと飛ばしましょうか。最初にユン・ソギョルというあの元の検察総長の話がこう出ててですね、鳴り物入りで出てきたんだけども、どうもその検察官としては優秀だけども、国家観はあるんかと、国家観という国に対するどういうふうにしたいという感覚ですね。それがちょっと欠けてるんちゃうかと、あるべき国家観に欠けるという評価がメディア内で出始めています。検察官官僚としては素晴らしい人物だが、政治家としては未知数ではないかというのです。保守候補として立候補するにもかかわらず、保守系最大野党国民の力への入党を7月末までためらっていたところも政治家としての迷いが見えますとあります。で、これユン・ソギョルさんという方は、ムン政権と激しく対立した検察総長で、国民的人気もあるんですけども、これは野党候補になりますね。野党保守系の候補になります。で、一番ね、今のところ有力と言われているのがですね、トランプ、お隣さんのトランプと評されていて、過激な言動で存在感を高めている与党候補のジェミン、56歳で若いですね。この方はですね、苦労して弁護士になって、で政治家になって、市長になって、知事になってということでありますね。で割合、どう言いましょうか、こう飾らぬ物言いなんですけども、やたらと反日。一方で対日政策は過激路線、東京五輪組織委員会の竹島表記議論に対して歴史的記録を残すことを兼ねて、東京オリンピックボイコットを検討すべきだと述べたり、ボイコットしたらよかったのにと思うんですけどね。でもまあいつもの通り口だけかも分かりませんね。親日勢力と米占領軍の合作と自分たちの国のことを言ってますね、と主張するなど、反に衣着せぬ発言と反日色の強いスタンスを一つ売りにしていると。イ・ジェミン氏は知事時代から忘れたところに毒キノコのように蘇る過去死亡言を、また親日残滓をきちんと清算できなかったからと発言するなど、抗日、いわゆる反日政策を重要視してきた。イ・ジェミンは2019年から軽軌道をキョン軌道ね、で親日残滓清算プロジェクトを進めてきており、抗日政策を重視してきました。プロジェクトの調査では親日人物257人、
などが批判のやり玉として挙げられて、これね、あのね、ものすごいね、私から見てアホなことやってるんですよ。昔日本に協力した人の子孫の財産を取り上げようっていう、これね、法治国家としてはね、あるまじきことなんですけども、でもまあ向こうでは常識が違いますからね、なんせね、こんなことをやってきはったというのがこのイ・ジェミン氏で、この方与党の中ではですね、ムン・ジェインさんとは多少の距離感があるそうなんですけど、今のところ与党系の中ではですね、一番人気があってなりやすい、次期大統領になりやすいんちゃうかと言われてます。でもう一人与党系でですね、イ・ナギョンさんという方がいて、これ68歳と、まあ、結構なじいさんですね。この方は日本語も喋るらしいんですけども、でもお隣さんで日本と親しいっていうのはもう致命的ですから、いや、かなりこの方も五輪なんかボイコットやって言うてたわけですね。で、今のところですね、このイ・ジェミンさんとナギョンさんとで、ユン・ソギョルさんというこの3人で、争ってるんですけども、与党の候補が統一できないと票が割れますんで、3人とも大統領選に出るっていうことはないと思うんですね。で、野党保守系はユン・ソギョルさんというその元検察総長が今のところ有力ですけども、まあ、まだ分かりません。これ9月あたりに絞られていくという話、来月ですね、もうね、絞られていくという話なんですけども、まあまだ何とも分かりませんね。今のムン・ジェインさんも昔々は泡沫候補の時代があったらしいんで、ただ一つ言えることはね、この中の誰が愉快なお隣さんの次期大統領になったとしてもですね、我々との関係はそんなに変わらないだろうなというのは一つ言えます。ムン・ジェインさんがとてつもないことをいっぱいやらかしてるんですけども、その、トップ2を挙げればですね、慰安婦判決と徴用工判決、この2つはですね、あの国の国内で動かしがたい確定判決になっています。で、彼らは一応ですね、法治国家を標榜しています。法治国家を標榜しているということは、彼らの中で出された判決、確定判決は尊重しなければいけないわけですね。ところがそれを尊重すると国際法違反、条約違反になります。だから国際法違反、条約違反、をやらないようにするためには、彼らの国内で処理をしなければならないんですけども、それをやるとですね、親日やってなるわけですね。だからできないんですよ。だからどうしようもないね、魔術をかけたのと同じ状態なんですね、今ね、お隣さんは。で、今のムン・ジェインさんは来年の5月に退任して新しい人と変わります。あと10ヶ月ですね、変わりますけども、変わった人がそれを、その魔術を解こうとするとですね、多分1年以内に失脚するんちゃうかと、またろうそくでもみたいなことをされてですね、失脚するんちゃうかと思われますから、できないんですよ。で、どうにもできない縛りをかけたのが今のムン・ジェインさんなんですね。で、彼はまあ、もう自分で責任取らずね、ごめんってやめて、でもその後多分 GoTo プリズンなんですけど、GoTo プリズンになったところでね、解決しませんからね。あれはムン・ジェインが悪いんやというふうに建前上言えないわけですよ。建前上法治国家ですから、ほんま違うと私は思ってますけど、建前上の法治国家ですから、建前上彼が悪いんやということにして確定判決を覆すということはできないわけです。覆したら覆したで、その時の大統領がアウトってなるわけですね。どうするんでしょうね。いや、面白いなと思って、いや、これ見てるだけでも結構面白いですよ。で、日本はね、ほとんどボンクラな方が政権を取らない限りはですね、それはお前らの問題やということで済ませられると思いますし、もうこれだけね、さっきも言いましたけども、お隣さんたちが日本人の隅々にまでですね、わだかまりをもたらすような行為をいろいろ重ねてきたわけであって、じゃあ日本の次の総理大臣、菅さん多分9月終わりでしょうけども、次の総理大臣が向こうに妥協するような姿勢を見せたら、支持率は一気にそれで 5% から 10% 下がるでしょうね。でもそんなことはやりにくいと思うんですね。やりにくいし、やる必要はないと
思うわけですよ。メリットないですからね。あの大人さんに甘い顔をすることによるメリットは何もないわけだって。自分の支持率を下げるだけで、あれは次の首相もそれをやりにくいなと。と思えばですね、これはね、出口が見えないということなんです。見えへんやん、全く見えへんやん、視界不良やでと。それは私は面白いんですけど、私はこうネタになるんで面白いんですけど、まあ、そういう状態に今なっていて、今その愉快なお隣さん大統領選挙ね、このイーナギョンさんとあのジェミンさん、とユン・ソクヨルさん、そうソギョルさんっていう言い方もありますけど、三つどもえになってるように見ますけど、まあこれは誰がなってもですね、ああっていう感じですね。まあやってみたらっていう感じで、アメリカも注目してます。アメリカも注目してますけど、半ばはもうどうでもいいと思うんですよ、アメリカは。だって全然あの半島に対して利害がほぼないっちゃないわけですよね。はい、ということでこのサイト貼りませんけども、プレゼントオンライン探してください。赤石慎一郎さんという方が出した記事でして、今日の8月4日10時に出てる、過激な反日発言で大人気、ポストムンジェインの大本命に上がる韓国のトランプの正体という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。